もう一押しだと思いますよ。でそのもう一押しの大きな私が岩が世界遺産だと思うんです。その世界遺産っていう岩がゴロゴロって回り出すと桐生の人は野次馬根性がありますから、みんなうわーってたかってきて、俺がやった俺がやったって必ずそうなんです、ね、だそれを目指してるんですよ。俺がやったって言ってもいいから、何でもいいからゴロって回しちゃおうと、今そのちょうど今際どいとあと何年か、あと3年ぐらいのところでゴロゴロって、まずは充電券ですね、それの手がかりが、もうだから私も桐生世界遺産の会を立ち上げて、まあ、今会長でやってますけども、そのコンセプトっていうのは桐生が、なんていうかな、京都みたいにね、歴史の町京都っていう世界遺産ですよね、奈良もそうですよね、古都奈良、あれはその京都だってあんなすごい停車場のすごいのがありますしね、タワーもありますしね、何が古都だと、だけどもやっぱり古都と京都っていうことでいろんな住分がこの寺がいっぱいあるから、それと同じでいっぱい桐生に十分の産業遺産があるんだから、産業都市桐生、織物系産業都市桐生ってね、古都京都と同じようなくくりでですねできるんですよ、やろうと思えばね、そこまで市がですね、そのこういうものをつけて直訴しろって言ったんだから、こういうふうにね、国に、でやらない、何をビクビクしてるのか知らないですけどね、できないんですね。もったいないことですね。もったいなかったですね、今までのこの十数年ね、平成十数年でもないか、平成15年に小寺さんが始めたんだけど、いや本当になんか取り返しがつかないものをですね、そうやって先ほどもお話をしましたけどもね、はい、あの名乗りを上げなかったということは、後遺症が非常に大きいですね。後遺症がすごく大きいです、もう首長さんの責任ですよ、これは、そのリーダーシップが取れなかった、分かってたのか分かってなかったのか、そこはちょっと散々お話ししたんだから分かってるんだろうけども、要するにね、桐生は何がねその減衰力だったかっていうと、政治紛争が多かったんです、それぞれの政治家同士の紛争が、それに翻弄されたんですね、市民がね、だからそれどころじゃないんですよ、桐生の町づくりではないんですね、一票一票が大変なことになっちゃってるから、私はそれがね桐生の大きなマイナス要素だったでしょうね、しかしまあこうやって、そのノコギリ屋根が一つね、こう代表されるような、あの歴史的な建造物になってるんですけれども、これをこういうふうに活用していくという文化がこれだけこう気流の中で広がってるっていうこと自体がね、まあ、大変素晴らしい、あの、これは意識改革っていうんでしょうかね、気づきっていうんでしょうかね、まあ、自分たちの宝を、分かってこれを活用していこうというふうな、一つのこう共通理解ができているというふうな状況なんだろうと思うんですよね、でこれはなかなかそこに至れるものではないと思うので、あ、これはあの、長いボディブローですよ、我々の運動のそれから桐生タイムズの今崎さんも、ジョン新聞さんも来てますけどね、上州がここまで来たのはやっぱり世界遺産の話でしょ、だけど桐生はもっと前からその運動がありますから、昭和の初期、昭和の末期ね、平成に入ってから蔵活用会議なんていうのがもうありました、平成2年にね、でその頃からもうすでにそういう、ある知的なですね、関心のある人たちの 中では、そういう町づくり理念っていうのがずっとこう、真に通ってました、ですから、ただそれはあくまでもその、学者レベルの話みたいな感じで、我関節だったんですね、市民がね、そこがちょっと長引いた要素ですけども、でももともと根っこにはそういうのがありました、町づくりっていう言葉で、それがきちんと、レールが引かれたのはやっぱり平成に入ってからじゃないですかね、なんとなくいい町にしたいっていうムードはたくさんありましたけど、私はそんな感じがします、今あのそのファッションタウン構想の時に北川さんが、その行政の中からね、2人ぐらいずつその分科会の中にね、入れていくっていう話は、その後北川さんが退いちゃってからはどうなんですか、それは実現されてるんですか、まあ、残念なことにですね、私の主張が通らなかったし、ネーミングの変更も通らなかったし、で次の運営委員長さんに私がお願いして
その実はその運営委員長さんが群馬大学の工学部長だったんです、はい、で高田先生っていうんですけども、でその方は町づくりにはほとんど何も今まで経験がなかった方、うん、しかし、第5次新生総合計画という市のですね第4次総合計画から第5次総合計画に 間に合併問題があったんで、合併を受けて新生総合計画を作ったんですね。その時 その委員長さんを務めて、まあ、粋な町桐生だとかなんだとかっていうことで町づくりに関心を示すようになった、ほんのそのよちよち歩きの町づくりの先生なんだけども、群馬大学の工学部長さんだったということで私がお願いに、うん、そしたらば快く引き受けてくれて私の後継ぎができちゃったんです。だからその先生にお願いしたところ、そういうそこまで深く考えた行政とのリンクとかですね、あるいは桐生の町づくりの理念、本当に桐生はどういうふうにしていったらいいのかっていうことについてまではまだあんまり承知してなかったようなんで、ちょん切れちゃった、そこで切れちゃった、そのまんまファッションタウンはまだお遊びのまんま、あの組織は動いてます。ですから実践に向けてのその仕組みを作った私が阻害されちゃったから、その実践に向けての動き活動っていうのはファッションターンの中ではまだ見えない、そこが残念だ、一番残念なところ。長い間やってながらですね、予算を持ってる人の連携ができないんです、それはもうねちょっともう1回言ってもダメですね、何回も言ったけど、もう一つその世界遺産の推進のね、はい、あの一番トップに立たれてる場合に、はい、それもあの行政とのなんかこうリンクっていうのはあるんですか、はい、ないですないんですか、ないです。ですから私がさっき言ったように桐生の町の中の全部拾い上げて世界遺産にしていこうよという話は言えば言うほどへそが曲がってたんです、今まで桐生市は、ところが私シフトしまして充電券で行きますよって市長さんに表明して充電券の後押ししながら、でもいろいろ将来拾っていくということは諦めませんよということで最近ニコニコ話しするようになりました、ですからまあいい関係にはなってますから、であの、世界遺産の会が桐生世界遺産の会が総会やった時も呼んだら来たしね、で挨拶もしてくれたし副市長まで来てくれたし、ですから、まあ今のところはいい関係になってます、まあ、こういう関係で続けていければね、まあちょっと私たちの本来の目的とは若干その横道それてますけども、まあ、それながらも目的を達成していく方がねいいかなっていうふうに考えてる。世界遺産を手に入れて、それからまあなんとか早急にしていく、そのために保存なんとか保存できないかなと思ってるじゃん、もうだけどこの保存はね、ちょっと難しいですね、もうここまで来ると、どん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 築50年以上でしょ、もうですから雨は降る土台は腐る、それで大きい建物だと周辺から門戸が出てくる、まあ散々そういう難問続きです、ですから保存っていうのにはやっぱり先ほどの時田さんの話じゃないけども、市が少しね固定資産税を負けてやるよとか、だって固定資産税だって建物なんかゼロみたいなもんですよ、評価、タダにしちゃったっていいんですから、地べたが高いんだ、ですからそういうものに対して少し、なんか、ね、役所が、でも桐生はもう全然今お金がなくて、どうしようっていう本当にもうね、財政なんですから、だからそれどころ逆に金取りてくれなと思うんですから、だからそれだったらばやっぱり産業活性化っていうことが一番だから、産業活性化っていうのは私がいつも言うようだけど工業誘致じゃないんだよ、工業誘致なんて20世紀の社会じゃないですか、あれも中国が偉いんですよね、インドが偉いんですよ、やはり日本でやるべきことはやはり知的生産性の高い、要するに人材誘致ですよ、だからその人材誘致ができないでいるんです桐生は、人材誘致に金かけないんですよ、でね、文化財になってるものにはね特定財源でお金が来てるんですよね、ですからそのお金を、例えば10万でもいいからノコギリ屋根の人たちにくれてやればいいんですよ、はいはいって、本来掃除するための文化財のために来てる給付金ですよ、国から来てるの、それを違うこの会計の中に入れちゃって違う使い方しちゃってるんですから、そんなことはねちゃんと元に戻してね、文化財のために、みんなこう
還元してくれればいいんですよね、うん、10万円もらえばね、屋根の瓦って少しはまあ直せるだろうし、そうですね、